まあ、マジックなんですけどね、まあ、一般のお客様にやるにあたってはこれから簡単なゲームをちょっと皆さんと一緒に楽しみたいと思います。といった感じで始めます。ゲームです。ちょっとご覧ください。こちらにボードを用意しました。1から6までの数字が書いてあるボードです。どういうゲームかと言いますと、もしかしたらお客様はものすごく今日は得をするかもしれない、そういったゲームでございます。ただで参加できるわけありませんからね。参加料がかかります。安心してください。参加料安いです。100円です。考えてみてください。100円ですから、これ100倍ですよ。これ50倍ですよ。これ10倍ね、これ5倍。これだけ残念賞ですけど、確率的にはこっちの方が全然当たる確率高いですからね。さあ、どういうゲームかと言いますと、お客さんに100円参加料いただいて、実はこの大きな封筒の中に1枚の指示書が入ってます。これは見せちゃうとちょっといろいろ都合が悪いんで、ここにずっと置いときます。これからお客さんにやってもらうことが全部書いてあります。ナンバーとナンバーを変えてください、ナンバーをマジシャンに返してくださいとか、そういうの書いてあります。これはここにずっと封筒の中に入れときます。お客さんが並べてから見せます。そうじゃないとね、それ見て考えちゃいますので。さあ、ここまで言ってね、もう皆さんね、参加したくてしょうがないという顔してます。では、100円を持って参加したい方、なんで誰もいないんですか。じゃあよろしいですか。はい、ね、一番最初に手を挙げましたね。欲の深い方ですからね。そんな分け持ってきました。はい、あ、よかったよかった。OK、ということでこれ揃いましたね、はい、10円、100円、500円、1万円、500円、はい、5000円、1000円と、はい、ではもう指示書を置いてあげますから、はい、ひとみさんの考え方によっては本当に1万当たるかもしれませんから、これもう何もこれマジック関係ないですから、はい、では好きなように1から6にこういうふうにお札とコインを並べてください。どのように並べていただいても結構です。はい。その後私がね、いやーこれ良くないなとかそういうことしませんから。もう一度バラして1から6に当てはまる。このように置くと、例えば1が5000円ですね。2が例えば10円。3が1万円。4が100円。5が1000円。6が500円。こんな感じになります。お、変えた。変えた変えた。真剣ですよね。お、大丈夫ですか。1が10円、2が5000円、3番1万円、4番100円、5番が500円、6番1000円。これでいいですか。はい、ファイナルアンサーですね。よろしいですね。もう変えようがないですね。いいですね。じゃあちょっとマイク持ってみて、これからですね、指示書を出しますので、私が読むと怪しいですから、すべてひとみさん本人にこれ読んでもらいます。はい。おっと。じゃあ、あ、ここに入れといたらですね、立てておきましょうね。はい。指示書はね、さっき見せたこのたった1枚しかもう最初からありませんでした。では、1番目から読みましょう。どうぞ。千円札と十円玉を入れ替える。はい、千円札と十円玉入れ替える。東京2番と6番ですね、入れ替える。はい、入れ替えました。じゃあ2番、十円玉と隣のお金を入れ替える。はい、左右どちらでも。はい、そうですね、そうなります。はい、3番いきましょう。6番のお金をマジシャンに返す。いやー、幸先いいですね。まずはね、500円ぐらいがなくなっちゃいました。はい、十円玉と隣のお金を入れ替える。十円玉と100円です。はい、入れ替える。俺はちょっと私がドキドキしてきた。はい、3番と5番のを入れ替える。3番と5番入れ替える。はい、5番のお金をマジシャンに返す。残念。ひとみさん、大当たりがたくさん出ました。まだね、これ当たりもね、当たりもありますから大丈夫です。続けていきましょう。はい、7番、10円玉と隣のお金を入れ替える。10円玉と100円ですね。はい、8番、4番のお金をマジシャンに返す。あ、これはこれついに100円が、やばいな、マジシャンのお金です。やばい。9番、10円玉と隣のお金を入れ替える。10円のお金入れ替える。これはちょっと私がドキドキですね。これ大丈夫かな。10番、はい、10番、3番のお金をマジシャンに返す。よかったよかった。やや当たりがなくなりましたね。すいません、まだほら1000円、はい、ドキドキで残ってね。はい、最後11番、残ってるお金を入れ替える。入れ替える。12番の C、 はい、2番のお金をマジシャンに返す。おー、来た。最後になんか書いてあるんですよ。残ったお金があなたの取り分です。はい、残ったお金やりました。どうも、もう一回いいですよ。はい、ご苦労様でしたね。2番のお金をマジシャンに返す。あー、トモコさん、なんて運がない人なんでしょう。最後の500円まで返ってきちゃって。ってことは、最後に何か書いてありますね。残ったお金があなたの取り分です。残念、トモコさん、残念な結果になっちゃいましたけど、10円ということでお帰りくださいませ。トモコさんに拍手を差し上げています。ありがとうございました。目が怖いですよ。初めて来たのになんだこれ、ね。